遠別町から見た、利尻島利尻島利尻島の地形図レブン島から見た、利尻島利尻島は、北海道の北部、日本海上に存在する、ほぼ円形の島である。面積182.11平方キロメートル。日本の島諸部で18番目に広い面積を有している。島内には、利尻富士町と利尻町の自治体があり、平成22年住民大町人口。 世帯数における島の総人口は約5400人である。北にはレブン水道を挟みレブン島を望む。地名の語源はアイヌ語の利子。その名のごとく利尻山を主体とした火山島である。利リ尻リ山には高山植物がたくさん分布している。有史以来火山活動の記録はない。島の東半は利リ尻リ富士町、西半は りし町に属する。島の大部分は、りしり文サロ別国立公園に指定されている。また、おたどまり沼、沼浦湿原、南浜湿原と、周辺沿岸部は、環境省により、日本の重要湿地の一つに指定されている。水産業と観光が、主な産業で、特に、りし昆布は高級品として、全国的に有名である。 リシリ島固有種の植物として、リシリひなげしやボタンキンバイがある。2018年5月30日、リシリ富士町ょうおにわの砂浜に、ヒグマとみられる足跡があるのを通行人が発見し、輪っか内所押しどまり駐在所に届け出た。足跡は、長さ約25センチ、幅約20センチで、複数見つかった。またリシリ富士町によると、 現場から10キロ以上離れた押止まり地区で5月28日に見つかった動物の糞を北海道大学の研究者が調べたところヒグマの糞の可能性があるという北海道本島から泳いで渡った可能性がある本島から地理的に隔絶された利尻島にはクマしかヘ蛇はいないと言われてきた6月15日設置した無人カメラに 林道を歩くヒグマが確認された。1912年5月24日以来106年ぶりの発見となる。7月12日以降は痕跡等が発見されず、10月31日に専門機関を交えたヒグマ対策連絡会議を開催した。結果、現時点では利リ尻リ島内にヒグマが生息している可能性は限りなく低いという結論となった。 ありがとうございます。